友達の家でも立ちチョンしちゃうそこの君、マジで危険。嫌がられてる可能性ありますよ。ということで今日はですね、この着色料を使って立ちチョンがどれだけ危険かということを検証していきたいと思います。自称インテリア YouTuber 立ちチョン危険同好会代表として言わせていただきますけども、立ちチョンは本当に危険。ニュースのね、記事を見たんですよ。アメリカで立ちチョン被害が絶えないと。どうやらね、地下鉄の中で立ちチョンする人がいて、地下鉄がめちゃくちゃ臭い、地下の細菌のホーム入ってったらおしっこの匂いすると。まあ日本じゃ考えられないことですけど、おじいちゃんたちこうやってやってたらね、わいせつ行為でしょ、完全に。犯罪です。どこまでが違法でどこまでが違法じゃないかっていうのは、本当にすごいグレーゾーンで、人がたくさんいる人前で発症したら違法ですよね。訴えられた人いるらしいんです、実際に。でも、人がほとんどいない草むらのところで発症するなら、違法じゃないと。まあ、そんなね、どれをとっても危険性が高い発症。じゃあ実際に自分にどれだけの影響が出るのかっていうのをね、今日は検証していきたいと思います。やべ、漏れちまう。めちゃくちゃ。これ着色料ですからね。おしっこだと思って見てみてください。まあ、掃除しにくいところとかも飛び散っちゃってるし、で、ここにも飛び散っちゃってる。で、ここね、はい、下にも飛び散っちゃってるんですよ。座ったらここじゃん。もう立ったらここだから。はい、それじゃあね、次はコンクリートでやってみたいと思います。まあ、コンクリートね、そのままやるバカいね。ということで次は緑で検証していきたいと思います。背が高いとちょっとね、不利ですね。これリーチが長いということで、だいたい距離にして1メートルといったところでしょうか。1メートルぐらいですね。かなり高さが出ております。いきます、コンクリート1メートル、3、2、1。ちょっと待った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 、これはやばいって。靴やばいでしょ。コンクリートは危険すぎる。じゃあ公衆トイレはどうなのということで、ここでね、ちょっと検証していきたいと思うんですけど、よくさ、この便所の受け皿が上の方ならいいんだけど、かなり下の方のやつあるじゃないですか。結構危なくねえと思って。ここのトイレね、一番下にあるっていうわけじゃないんですけど、割と下の方なので検証してみたいと思います。もうこれ飛んだら俺捨てるよ。3、2、1。飛んでる。マジかよ。飛んでるね。他の人がおしっこしたやつも飛んできたってことでしょ。もうこのズボンと靴捨てよう。汚い。ということで男性諸君、これだけの危険を伴っているということを忘れないように。